憧れの LDK でキュンキュンしたいの反省会を始めます。はい、お願いします。お願いします。なんかね、うん、先聞きたいか、先聞きたい、うん、先聞きたい。そうだね、いやー、うん、キュンキュンしたね。いい、うんうん、思った以上に見てるのが恥ずかしい。恥ずかしい。自分の見るのが恥ずかしすぎて、もう鳥肌取り、めっちゃ女の子役なのにさ、男の子役をするってなかなかないから、すごい恥ずかしかった。確かに今回はあれだね、学ランで。そう、もうすごい嬉しい。学ランだね。セーラー服で学ランで。学ランが来たかった。そう、すごいね。うちのめっちゃ盛り上がってて、めっちゃクラスの中で、そう、男になりまくってて、写真とかもめっちゃ男になりきって写真撮ったりしてたんだけど、楽しすぎた。そう、楽しかった。ポケバスが一番盛り上がってたかもしれない。そう、ダメ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 。それはダメだよ。うん、はい。でロケではやっぱりキュンキュンすごいしたから盛り上がったっていうよりはもう本当に照れた、恥ずかしくなっちゃった。あ、女の子側だからね、照れるよね。うわ、ちょっとなんかだ、メンバーのさ、メンバーが考えてるやつをやるじゃんか、うん、だからそのメンバーがこんな風に思ってるんだっていうのを味わいながらやってるから、すごいハラハラした。だってさ、恋愛相談とかあんましないじゃん、まあ、恋愛できないとかあって、うん、しないから、こういうの聞くと、あ、こういう感じなんだこの人はとか、あ、思った思った。特に思ったのはさくらで、そう、あんなこと思ってんのと思った。すごい恥ずかしかったもん、さくらが、あの、ちょっと女子が出てたよね、さくらから趣里とすごい至近距離で近くて、ね、緊張した、そう、ドキドキしたよ。でも合ってた、本当だ、うん、かっこよかったし、すごい可愛かった、うん、ありがとうございます。恥ずかしいよね、髪触られるのも恥ずかしいけど、ね、あのね、何ね、そのキュンキュンシチュエーションする前にシリが本当にすごい嬉しかったんだけど、ゆりかの髪すごいいい香りがするってすごい言ってくれて、回ってる前に、そう、そう最初からなんかいい匂いがしてさ、やっぱ女子だなって思ったよ。シチュエーションする前にもキュンキュンしちゃったから、すごいもう頭なんかキュンキュンだらけになっちゃった。あ、でももう一発で好きになった。うん。いや、本当に？ちょっと困るなそれ。よかった。よかった。ちょっとなんかしたいのとかある？したい。今。まあ一回そのロケでやったけど、うん、まあ VTR みたいな、うん、自分の、うん。それでなんかまた新たな、まあ人が考えたのじゃなくて、うん、自分たちがしたい集中シチュエーションはあるか、なんだろう。ゆりかちゃんでも女の子役やったから、男の子、うん、チェンジをやってみたいかなって思う、うん、やろうよ、やるの、やっちゃう、見たい、え、ここで、ここで今、マジで私男の子え、でもゆりかちゃんが男の子だってなんか全然新鮮な、そう、新鮮、もう女子って感じだからね、上手にできるか。え、じゃあどういう設定、設定え、こっちで考えていいの？いいよ、全然。え、したいのは？え、なんだろう、ここでできることがいいじゃん、やっぱり、うん、なんかここの机物を使ったりとかして、え、やっぱ机と言ったら授業とか、授業なんか勉強してるとかじゃない？あ、これは？あ、使っちゃう？ここ学校みたいな、うん、あ、同居じゃない、同居じゃない、勉強してる、うんうん、家で勉強とかにするじゃん、うんうん、家で勉強、え、でもどう、キュンキュンシチュエーション、キュンキュンポイントはどこですか？そう、キュンキュンポイントは、うん、なんか決めの一言いいよね、決めの一言が欲しいよね、何がいいかな、決めの一言とか考えるのも楽しい、考えるのがね、もうそのくらいだ、どうしようかな、どういうのがいいかな、男の子でしょ、うん、女の子、なんか違う、逆だよな、逆？うん、嘘、女子っぽくない、いや、違う、さっきのゆりかが、そう、ゆりかが女の子らしすぎて、うん、どうしようかな、助けに行くみたいな、助けに行く、同居だよ、同居じゃないよね、
んかハプニングがあって、うん、助けに来るみたいな、どうしたみたいな、あれうちだけ、うん、じゃあ、うん、机あ料理してて、うん、あっつって切っちゃって、うん、大丈夫かっつって、うん、いう感じ、それをどうするあ、絆創膏持ってくる、まあ、そっから自分たちで考えたら、アドリブ、即興アドリブ、アドリブ無茶ぶり、アドリブいいじゃん、アドリブ、それアドリブ、アドリブ、それこそ二人の考えてることがよくわかる、そうだよね、そうそう、オッケーオッケー、見たいと思う、じゃあ、設定はじゃあキッチンでしょ、キッチンで、包丁でちょっと切ってしまうっていうところまで決めた、オッケーオッケーオッケー、よし、あ、いい感じ、こっから見るのも楽しいかも、一人見たいんだけど、そっちで、うちも見たいから、椅子座って料理する感じ、そんなくてもいいし、どうすればいいんだろう、でも椅子座ってインゲン豆の皮とか時々インゲン豆、インゲン豆で手は切れないから、インゲン豆の皮限定じゃあ、何切る、人参を切ろう、人参、ヨシモッティの嫌いな人参、いや、もう好きになったの、本当に、それは置いといて、それは置いといて、あ、好きっていうか食べれるようになった、じゃあ、こっちから入ってこうか、人参切る、パプリカ、そういえば女なんだよね、そうなんだよね、ちょっと女か、それでは細井くん、はい、田中ちゃん、ゆりおって呼んだら、ね、あ、ゆりお、ゆりおくんとゆりおくんとしゅりちゃんの演技まで、キュンキュン演技まで3、2、1、9、うん、今日はカレー作ろうかな、じゃあゆりおが好きな、どうしたんだよ、切っちゃってさ、大丈夫かよ、痛っ、ごめんな、なんで、なんで、だって俺がテレビ見てて修理のこと見てなかった、いや関係ないよそんなの、早く絆創膏取ってこいよ絆創膏、ちょっと絆創膏取ってくるか、うん、3分後あ、すごめん、ありがとう、これから俺がずっと見てるからな、あ、うん、ありがとう、じゃあ一緒にカレー作ろう、うん、ね、いいよ、勝ったー、やばい、もうカレーだよ、もう絶対やめよう、ごめん、うち途中から絆創膏ね、もうなんかもう早く絆創膏取っちゃってるもう、どうしても言いたかった、これどうしたらいいんだろうってずっと思ってた、もうしかも絆創膏取るのに3分もかかってるどうすればいいんだよみたいな、いやもうごめん、それだけすっごい痛くて我慢できなかった、もう設定はちょっとあれかな、しなんかいい設定思いついた、あ、じゃあちょっとやってよ、もう一回してくれんの、こっちも結構辛いよね、もうじゃあ今度短めで、あ、短いですか、あやちゃんとシュリの見てみたいかな、あ、いいね、男同士違う違う、どっちかが女の子になって見てみたいかな、私も、いや、ちょっとしたい、シュリアイデア出すの、え、男がいい、いや、うちも男がいいよ、身長ちっちゃいからね、え、身長ちっちゃいからシュリの、そんなの関係、したい設定っていうのは、うん、あのね、あの男の子が好きって10回言ってって言って、好き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 って10回言って、でその女の子がね言うんだけど、男の子が急に女の子のほっぺにチュッてして、え、なんでみたいな顔顔ちょっと、え、なんでみたいな感じになって、そしたらキスキスって言ったからみたいな、え、いつ違う、好きってさ10回言ってって好き好き好きすにキスになるじゃんか、やれ、それをやれって言ってんの、そうですか、できないかな、うん、今の動作で急にちょっと借りてたの、私どうぞ、あやのとゆりちゃんで行こう、シリ見たい、まあ、ゆりかが女役で、うん、分かった、いやでもどっちにもやってほしい、うん、じゃあアイデアを出したシュリ、よしよし、今こんなおしゃれ、シュリカレーまた違うね、
感じになるから。もうこれ今めっちゃ照れるじゃん。すごい。でも綾乃本気で嫌がってた。おしゃれの妄想が怖いわ。椅子使う？しゃれの妄想も怖いわ。はい。もう2回もやりたくないやん。うちだってハワイのハワイのテレビの前のやつやったよ。自分の考えたやつやりたくなかった。これ座る？もう。まあこれリーダーが決めたことだね。まあ動画で見てくださいね。また。結構いい感じのノリだった。え、少女？え、男の子。横にさ、すってきて、ただ前向いたまま好きって10回言ってて、好きって言って上からチュッてやるのか。あ、じゃあそれでいこう。かわいい。それでいこう。かわいい。え、どうだっけ。横へ。それでは、田中朱里くんと細尾ゆりかちゃんの、はい、キュンキュン演技、3、2、1、どうぞ。なあなあ、好きって10回言って。好き、好き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 って言ったから。カットー。わーいやわー、なにこれ、楽しいな今。どうでした？大丈夫だった？もう辛いこれ。辛いの？キュンキュンしなかった？キュンキュンっていうか、うわすごい目覚めたね。ちょっと燃えるね、この企画。熱いね。めっちゃ熱い。もう空気が欲しいです。空気が。アドリブ演技やってみたわけですが、どうでしたか？いやもう暑いですね。熱い。この部屋3度ぐらい上がったよね。扇風機が欲しいなって感じ。いやこっちもね、見てる方もすごい暑かったですね。あやのはなんか。なんか違うこと言ってたよね。違う感じの、あ、ごめん、あれ違う、なんて言ってたっけ。違う違う、このテンションとかキュンキュンのせいで3度ぐらい上がったねっていう感じで言ってた。あ、そこ違う違う、その前に、まあ、はい、もう次も次できとうか。キュンキュンできました。うん、できました。できましたね。だって本当にチュッてしてくれた。じゃあしてないよ、ちょっと空気あった。え、あった。じゃあ自分の口でチュッて言った。あ、近くでチュッて言ったんだ。そうそうそう、ドキドキしたね。まあこの動画見てキュンキュンできたんじゃないでしょうか。ぜひこれからもこの企画どんどんやってキュンキュンしたいですし、してほしいと思います。はい、はい、それでは LDK 企画キュン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 混ざっちゃったね。かわいい、かわいいよ。キュンキュン混ざっちゃったね。かわいいよ。LDK 企画、憧れのシチュエーションでキュンキュンしたいの反省会でした。